120% の力が出せる。それがお前たちの強さか。こいつも本物じゃないのか。カイ、それが俺の名だ。カイ、まさかこれで終わりだと思っていないな。めでたい奴ら、貴様らがすがる正義や仲間などという言葉がいかにくだらないものか気づかせてやる。コズミックキューブ了解しました。回収シークエンスを起動します。回収完了。ナルト、また助けられたのか。あんまり心配かけんなよ。一時はどうなるかと思ったが、よくやってくれた。長官、ベノムズを指揮していた男、カイン、奴がこの世界を混乱に陥れた張本人なんでしょうか。正確にはわからないが、その可能性は高いだろう。あの男の持っていた黒い本の力も気になる。奴はあの黒い本を使って、自らの強い悪意をコズミックキューブに注ぎ込み、それをベジータやガーラに埋め込むことで、彼らを操っていたのではないかと考えられる。みんなは引き続き仲間の救出とコズミックキューブの回収を進める一方で、ベノムズの指揮官カインが持つ黒い本についての調査も進めてくれ。それがこの世界を救う鍵となるかもしれない。みんな集まったな。我々の戦力増強が急務だが、
先の戦いを踏まえこれについて調べてほしい。これはガンマチームのメンバーによって撮影された映像だ。この男、カインが持つ黒い炎、正体は不明だが恐るべき力を秘めているのは間違いない。ガーラがこの本の力によってコズミックキューブに操られたこともそうだが、先の戦いで脅威となったトグロのレプリカたち、その出現にもこの本が関係していると思われる。今回の調査はルフィ、行ってくれるか。おう、任せろ。各自の健闘を祈る。